トキ俊一ラジオタイムウィズユー。皆さんこんばんは、トキ俊一です。この番組は僕トキ俊一とリスナーのあなたが週の真ん中深夜2時同じ時間を過ごしていく番組です。12月の28日の2時、こちらが、トキ俊一のタイムウィズユー年内最後の放送でございます。そろそろね、もう仕事もう収まった人たちもいるんじゃないかな。さっきゆうすけさんたちと話ゆうすけさんと話してましたけど、俺たちはもうちょっとある気がします。もっかね、体調を崩さないように気をつけてます。体崩して年越しするのが一番もったいないですからね。皆様もあったかくしてこのラジオを聞いていただきたいと思います。ということで、前回はほぼフリートークで終わってしまったので、今回はとっとと言って皆様のメールたくさん読ませていただきたいと思います。参りましょう。トキ俊一ラジオタイムウィズユー、最後までよろしくお願いします。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りいたします。改めまして、トキ俊一です。では今回のゲストに登場していただきます。こちらの方です。皆さんこんばんは、小林祐介です。よろしくお願いします。はい、祐介さんに今週もお世話になります。よろしくお願いいたします。年末最後ということで、まあさっきまだお仕事あるって言ってましたけど、年末って去年何してました？去年はもう一人で家で酒を飲んでて、気がついたら年越してた。30代あるあるですね。本当俺もおじさんになっちゃったなって思った。ね、いつか僕よくそばを一人でうちに来る友人に振る舞ってるんですよ。どのオタク友達に、いつか今度そば作りに行きますね。マジ？いや僕が遊びに行きますよ。その時はぜひぜひ美味しい天ぷら揚げてそば作って待ってるんで。そうね、お椀持ってきますね。いやそれはあるわ。それぐらいはいいある。なんでお椀だけ持ってくるの？おめぐみ。好きなお酒だけ持ってきていただいて。わかりました。いいですね。いつかやりたいですね。うん、そのタイムで。はい、ということでね、今年も皆様どう過ごしてるのか、まあ年明けたら、こういう年末過ごしましたよみたいなこと教えていただきたいと思います。はい、こんな月並みなこと聞きます？はい、来年の抱負ですって。いやだって多分今年の抱負だって、俺何言ったか忘れちゃったもん。たまに同じようなことを2回連続で抱負言っちゃりしちゃいますもんですね。確かね、でも旅に行くって言ってた気がする。来年のは置いといて、今年どういうな、毎年例えばほら今年の一時って出るじゃないですか。今年はなんか戦っていうものが出たらしいんですけど、もし今年の1年1文字でやるんだったらどういう1文字ですか？今年、今年、無無無と無、いい意味での無であってほしいけど、どういう意味ですか？なんかね、なんか何かをやり遂げたっていう感じもあまりなかったし、なんか何もできてないなっていう感じもなかったし、なんか分かんない。それこそコロナになりたての時とかはもう不安もいっぱいあったし、その中でようやく仕事が戻ってきたみたいな、なんか浮き沈みがいろいろあったんだけど、今年はそれがいろいろもう慣らされていって、なんかある意味通常に戻ったことでどこか物足りなさを感じるという。ある種慣れましたよね。いろんなものがというか、良くも悪くもなんか倦怠期のような1年だったかなと。じゃあ今年は無だったとしたらいいです。じゃあ今年できなかったから来年やりてえなってことはあります？それこそ旅は行けたんですか？旅は一応個人的に旅行に行ったりもしたんだけれども、でもなんだろうな、なんかでもやっぱどこに行ってもそういうちょっと控えめムードなところはあったから、結局
はあまり表にも出られず、そうですね、うん、違う土地の空気を吸って終わったぐらいのところはあったから、うんうん、まあ、それをもうちょっと開放的にしたいと思いつつも、あ、でもね、そう、一つ実は僕あの船舶免許取ったんですよ。マジですか？そう、なんか免許をいろいろ取りたいなと思って、手始めによし船舶取ってみようと思って先月受けて取って、手始めの一歩目がえぐいですけどねいやでも意外とお手軽に1日で取れたのよ。へえ。事前に勉強はしたんだけど、はいはい、じゃあ運転できるってことですか？運転できます。へー、なんでそれは釣りをしたいとかそういうことじゃなくてっていうわけでも、ただ周りにね釣り好きな人が多いから、あー、なるほど、うん、なんかその人たちを連れて俺は運転係、うん、みんなは釣っている、うん、で釣ったやつを俺がさばけたら面白いなみたいな、だから今度はなんかさばくなんか練習しようかな。あ、いいですね。 YouTube とかでも結構ねさばくのも、ありますし、僕もまあ確かにな、あの3枚ぐらいにおろせるけどそんなのは知らないからな。でもまだ取って、もう今もう寒い時期になっちゃったから、ね、来年暖かくなってからなんか船に乗る機会が増えた。クルージングだ ぜ、 そうだぜ。これは業界の人たちがイベントに従うぜ。イエーイ、俺は副業だ。あ、乗っけてもらったら、いやもう本当にもうクローズドで乗っけてもらいます全然もうなんか、でもやっぱり船出たら、うん、そう、沖ではお酒飲んじゃいけないでしょ。ああ、ダメだよ。ですよね、うん、そりゃね、そ う、 ダメだ。そうなってくるとゆうすけさんと、ゆうすけさんに運転してもらいはすれど、あっち行ってゆうすけさんと酒飲めないんだったら、うん、おかでいいかな二人でなんか俺だけ飲んでるのも嫌だしななんて思って。嬉しいこと言ってくれるじゃん。釣り、いやだからもう一人船舶の免許持ってもらってまあじゃあそれか、誰かあのそういう人、そういうのいると思うのよ。なんかまだ運転不慣れだからついてきてくださいって。あ、いいですね、インストラクターみたいな方、その方に帰りは運転もお任せして、金に物を言わせるいいじゃん、大人な楽しみ方いいですね、30代を謳歌したいと思います、うん、はい、ということでリスナーからのお便りも紹介してまいりますよ、はい、タンポポになりたい双葉さんからいただきました。ありがとうございます。はい、時さん、小林さん、こんばんは。こんばんは。私は年中部屋が汚いのですが、年末なので大掃除はしようと思っています。しかしいつか使うかもと思ってしまい、物を捨てることができません。お二人は大掃除しますか？また物を捨てるコツなどあれば教えてください。また難しいお便りが来ましたね。あ、なるほど、ミニマリストみたいなのが今ね、そうですね、有名ではありますけど。でもゆうすけさんち基本めっちゃ綺麗ですよね。そうね、でも一時期すごい断捨離したね。あ、そうなんだ、うん、何捨てたんですか？服とか。あ、服もだし小物とか靴とか、はいはいはい、はい、うん、すごい、別にそんな圧迫はしてなかったんだけど、まあでももう履かないよねっていうやつは全部捨てたり、うん、あとは調味料とか。あー、なるほど、うん、結構あれこれ凝って作るだろうって思って買って使ってなかったものとか、もう賞味期限切れたやつとかもうなんか取ってあったのを全部なくしたり、だから見た目的にはそんなに変わってないのかもしれないけど、実際クローゼットとか開けたり冷蔵庫開けたら、あ、なんか俺ちゃんと捨てられてんだなって。なるほど。あー、そう、いや、なかなか僕はね物捨てられないんですよね。お洋服とかもなんか取っといちゃうみたいなこと多くて。気持ちはわかる、でも大掃除はちゃんとします、うん、なんか今年の汚れは今年のうちにみたいなので、うん、あと現実逃避で模様替えとかはよくしますね。そう、なんかゆうすけさんって行くとね、自分のやってるそのコンテンツのフィギュアとかがすごい綺麗に並べられてていや、あれ、ゆうすけさん A 型？うん、 B 型。 B 型なんだ。すごいきっちり並べられてすごいなと思って。 B 型ってね、どうでもいいことに几帳面なのどうでもいいことに几帳面なんだ。そう、だから多分普段それこそね、誰かが遊びに来るって言ったら片付けるけど、それ以外は意外と散らかってるし、でもなんかフィギュアを綺麗に飾りたいと思ったら、なんか配置とかいろいろあれこれ自分なりに考えて。あ、そんな感じは確かにありますね。でやって、じゃあなんか定期的にそこ掃除したりするの？あ、別にしないですなるほど、思い立った時にするみたいな感じなんですね。はい、皆様もね、もう28日に大掃除してるかっつったら、もう時すでに遅時間もありますけど、ね、どうなんでしょうかね。はい、頑張っていただきたいと思います。さあ、続いて桜餅食べたいさんです。ます。はい、時さん、スタッフの皆さん、そしてゆうすけさん、こんばんは。こんばんは。2週連続小林さんゲスト会ということで、ご共演作品が徐々に増えてきているお二人のおしゃべりが聞けるのをとても楽しみにしておりました。メールを送るにあたって、お二人の印象何だったかなと改めて考えておりました。私はアルスラン戦記から小林さんのことを知ったので、うん、高貴でお上品な殿下、うん、ふわふわして可愛らしい方という印象が少し強めです、うん、ちなみに時くんは
隔離用の宿飯の銀次さんの声のイメージが強く、声と相まって優しいお兄さんという印象です。そこでお二人に質問なのですが、お互いの今と初対面の時の印象の違いなど何かございましたらお聞きしたいです。うん、のある、あります、うん、ある、うん、どうぞ。え、もうそれこそ最初がっつりは君せんっていう作品 で、ね、その時に一緒に取材を受けた時に、本当トキ君は何を考えてるのかよくわからなくてすごく柔らかいんですけど、心の奥底で何を考えてるんだろうっていうのをずっと僕はちょっと未だに、うんうん、言ってた、うん、ちょっとわかんないんですよねって言った気がして、言ってた言ってた、うん、それは多分ねずっと変わってなかったんだけど、でもなんか本当変わらない態度をもうねここ 2,3 年ぐらい続けられて、あ、じゃあ本当にこれがそのままなんだなってようやく最近、そうです、最初乙女の終わりぐらいに、はい、あ、これが本当に本人なんだな、あと話してて思ったのが、うん、やっぱ なんだろう、なんか昔からなんかそういう風に育てられたというか、そういう感じがあったから、もうこれが普通だと僕は思ってるんですけど違うんですかみたいな、多分自分でもなんかこう、うん、ただなんかこうあるべきなのが正解なんでしょ、なんでみんなそんな引いてくのみたいな、そういうスタンスなものだから、ええ、あ、じゃあこれはむしろこっち側が心を開いて、あ、なるほどそういうことなんだねって迎え入れねばならぬって、どこかで優しい、申し訳ね、すいません、ありがとうございます。いやいや、そうなんですよね、実家が自営業だったっていうのもあって、うん、なんかこう別に、うん、猫をかぶってるとか仮面をかぶってるっていうわけじゃないけど、何かこうスイッチの入るタイミングというか、お外に出ているからこそある程度こう振る舞っていなきゃいけない礼儀みたいなもののスイッチがあって、それがなんか、うん、とある先輩に、あのその方もご実家がこう自営業だった方で、あでも君も多分そのタイプだねって、スイッチがあるタイプだよねって、こう裏表とかじゃなくてオンオフがあるタイプだよねみたいなことを言ってくださった時に、自分の中でも少しこうなんか落とし込める部分があったみたいなところはありますね。そのなんだろう、その優しさっていうのが原点にあるのはいいんだけど、そこにね、なんだろう、頭の良さが加わっちゃってるせいで、ちょっとね、なんか詐欺師みたいに見える時がたまにあんのよ。たまに言われるんですよね。そうそう、口があまりにもうますぎるから、でもそれが本当ただただただ彼が賢いから出てくる言葉だっていうのに気づくのに、どうしても時間がかかっちゃうだろうなっていうのもある。皆さんひどいこと言うね僕も。いいんです、こういう、そう、でもそれを分かった上でこうやってふざけ合ってくれることが本当にだからありがたいなって思えるし、僕もだからうざがらみをしていこうとこれからも思いますし、ゆうすけさんはね、いい意味で本当に変わらない。だけど多分それこそ一番最初に出会った時、本当の本当の最初のトークって、あれなんです、カラオケマックスなんですよ。おで同じところではなくて、昼と夜の部ですれ違いの時に、一瞬控え室の時に一緒で、ゆうすけさんとちょっとだけお話しして、僕専門印象なんですとかだったんですけども、それそこの時にはうわしっかりした方だと思って、ですごくこうなんだろう、引っ張ってくれる方なんだろうなって、思ってから数年後に君線入って、やっぱそこのイメージは根幹として変わってなくて、後輩たちに対してしっかりとこう先輩から来てくださるっていう優しさもあるんですけど、なんだろう、そこの中にちょこっとだけ、今だから思いますけど、こいつはどこまで踏み込んでいいんだろうっていうのが多少入っているんだろうな。だからすごくその先輩としてこうあるべきっていうものをちゃんと持ってて、例えば座長であったりとか、そういう自分の立ち位置としてこうするべきっていうことをやっていつつ、でもちょっとそれこそ多分根幹として多分自己肯定感が僕もそうですけど高いタイプじゃないからこそ、そのやっていいのかな俺みたいな部分があるから、じゃあ俺も踏み込もうと思って踏み込んだら、どん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 そのかっこいい先輩っていうところは変わらないですけど、人間味がどん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 こう出てきて、よりこう好きになったなっていう感じですかね。嬉しい。あの
仲良くなるともう俺もそうですけどどんどんいや君のここが好きっていうのをずっと言ってくれるっていうところが本当にあ本当にこの人はあの僕のことをあの好いてくれているんだな全力でお返ししようっていう風に、その付き合えば付き合うほど思える方ですね。ありがとうございます。今でもそれは変わりません。嬉しいです。はい、お便りありがとうございました。ありがとうございました。引き続き番組宛てのメッセージお待ちしております。宛先は time@joqr.net までお願いします。ではここで今週も一曲お聴きいただきたいと思います。ゆうすけさんと僕の、ね、あのまあ、がっつり仲良くなるきっかけになった、大正乙女おとぎ話の僕の、テーマソング聴いてください。真心に奏で。孤独に滲む夜空いくつ眺めてきただろう答えは迷子だだけど見上げていればほうき星にも合うんだよなこのまま人と心に入れもしない思いもよらないいびつな運命でこそ巡り会えたことばかりなんだどうしろって言うんだもう一度この胸灯した午後9時不器用な手と手さらに触れて真心に奏で今までの涙の色さえ変えてしまいそうさその笑顔の輝きに叶いそうもない思い合うすべてで今日も天体は回る耳を澄ましたなら夜明けが聞こえそう立つってことですよ、ね。いやありがたい。本当にこれはここのチームはいい出会いだったななんて思っております。ね、聞いていただいたのは、真心に奏ででした。続いてはこちら。浜松町26時。このコーナーでは深夜2時だからこそこっそり話せるみんなの秘密をご紹介してまいります。ということで早速皆様からいただいた秘密紹介していこうと思うんですが、はい、ゆうすけさんに対しての、お便りが来ております。ああ、はい、ちくわ文庫さんからです。ありがとうございます。ときさんゆっけさんこんばんは。こんばんは。今回ゆっけさんがゲストということで以前から気になっていたことがありメールさせていただきました、はい、今年の夏頃時さんがこの番組でお風呂の入り方のルーティーンについてお話しされていた時あ僕のですよ、はいはいはい、僕のお風呂のルーティーンですよ。ものすごい不思議なお風呂の入り方をする最近すごく仲のいい先輩がいるとおっしゃっていて、はい、ご本人をゲストで呼べたらその話をするね、うん、とおっしゃっていましたが、うん、もしやその先輩はユッケさんのことでしょうかっていう、もしやまあだから僕はその時にその役者の方は明言していなかったんですけど、うん、ちくわ文庫さんの言ってることがちょっと本当かもしれませんのでじゃ試しになんですけど、うん、ゆうすけさんの好きな、はい、お風呂の入り方、はい、教えてもらってもいいんですか。はい、僕はまずゆっくり湯船に浸かり、いいですね、あちょっと暑くなってきたなと思ったら、うん、出て洗い場のところに出て、うん、シャワーを出します。洗い場でシャワーを出す。そうそう、はい、もう普通じゃないですか。もうよくありますね、シャーと。そうシャワーを出したらそのまま洗い場に横になってひたすら体にシャワーを浴びながら寝るということをねと、させていただいておりまして、洗い場がありますね、はいはいはい、そのお風呂の横に湯船の横に、はい、そうですね、あそこにゆうすけさんが寝ているって状況ですね、うん、そうですね。そこで一つ自慢したいのが、僕さすがに足をピンと伸ばせるわけもなくちょっと僕の身長が思ったよりもでかかったみたいで、多少膝を曲げないとちょっと寝そべることはできないことに、どうでもいい仰向けなんですね。あ、いや、仰向けの時もあれば横向きになる時もあれ、さすがにうつ伏せはないですけど。うつ伏せないですか。あ、ないですね。でそこにずっとシャワーがゆうすけさんに当たり続けている。当たり続けてます、ね、どういうことなんですかいやほら滝に打たれるというか、はい、やっぱ滝から
こうピシャピシャーっと当たるしぶき、あ、まあありますね。あれってなんかこうマイナスイオンを感じられるというか。それは自然だからじゃん。いやいや、それは僕はあのシャワーの水からでも得られるという持論を持っておりまして。これ最初聞いた時マジって思ったんですけど、それが結構長いんですよね。そうですね、多分いろんな人から怒られるんじゃないかというぐらい、うん、まあそれで言うと一度水道局から電話かかってきたことがあります。マジですか？うん、あの前月と比べて水道料金がとんでもないことになってるんですけど、あの水道管が壊れたりしていませんかって確認の電話が来て、なんか俺もなんて答えればいいのか分かんないから、ああすいません、あのちょっと複数人で住むことになりましてっていう変な嘘だな。そう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 、だからでもそこまで言われるってことは多分数分っていうレベルじゃないっていうことですよ、きっと。そうですね、なんだろう、なんか最近だとウィキペディアにこの情報を書かれることになって、マジですか？ことあるごとにあのどっかのゲストに行くと、うん、この話させられるんですよ。あ、そうなんだ。なんだったら半年ぐらい前に、うん、あの日高里奈さんがやっている番組のところにゲストで行った。でもなぜかこの話を掘られて、で僕がしょうがないと思って説明したら、もう本当に、はなん、どういう生物ですかみたいな、だいぶ、ね、めちゃめちゃ卑下するような目でされて、蔑まれてるじゃないですか、うん、人によってはこれをご褒美と捉えるのかもしれないが、僕からしたらちょっと傷つくなっていうでもちゃんとそこは水道料金は払っているってことですね。そうです、等価交換を守っております、その分のちゃんとこう経済を回しているわけですから。そうです、水道代だけじゃなくてガス代もかかりますから。そうですよね、温めなきゃいけないわけですから、うん、本当ね、多分びっくりされると思う。俺も他の人の水道料金とかを見てびっくりしたもん。嘘でしょそんなことある？いや、そうですよね、うん、でもそこでゆうすけさんの、まあ、ある種のこう心の落ち着きというか、うん、そうですね、精神的なものの安定をとってるっていう意味ではね、あの、うん、ご飯を食べるとか、そうです、お酒を飲むってところにお酒をかける人とか、まあ一緒ですからね、うん、騙されたと思って一回やってみましょう。絶対やんない。あ、そうですか絶対やんない。溝が生まれました次どうぞ。興味ある人はぜひやってみてください。お願いします。さあ続いてです。バーナナさんからいただきました。ありがとう。チューブタイプの塗り薬についている内蓋、うんうんうん、あ、こうパカッと開けるやつのここですね、うん、はいはい、それをキャップの開封針でプチッとするのが好きです、うんうん、あなるほどなるほど、はいはいはい、そういうことか。こう あれだ、あの歯磨き粉とかのここに入ってる、ね、こういうやつをプチッとやるのが好き、はいはい、なるほどね。あのその接着剤とかにもありますね、うんうん、結構あのプチって感じ確かに好きですけど、あります？なんかこうこれ好きなんだよねみたいな。あの好きではないし未だに苦手なんだけど、まあ、これも問題ある発言するよ、うん、あの僕たち仕事柄 PCR 検査を定期的に受けるじゃないですか、はいはい、で唾液のタイプがあるんですけど、たまにあの血液採取のパターンがあるんですよ。ほう、あ、確かにあれ、あの、そうそう、指にね、指のところにあのバスンっていう針を刺すやつがあるんだけど、あの回数を重ねたおかげで、あのドンと来いや耐えられたっていうような謎のメンタルの強さがちょっと俺あれにそこまでそんな、うん、うんなんて思った。いや違う違う、あの勘違いしないで、そこに快感をとかいう話じゃなくて、うん、ないんですか。今までは、いつでの針あーってちょっとさびっくりしたせいで刺せなかったみたいなこともあったわけですよ。あったんですね。それを、もう今は堂々と痛いじゃねえかそうそう、いいパンチ繰り出すじゃねえかぐらいの、あの気持ちで刺せるようになったっていうのは、うん、そのね、同じような話じゃないですか。ね、多分違うと思うカットかな、これは。いやいや、もうこれはぜひとも使わせていただきます、ね、まあ、本当誰にも言ってないことですから、ここだけですよ。あ、もうぜひちょっとね、この浜松町の26時ならではの秘密にしていただきたいななんて思っております。そうですね、はい、ということで、これからも皆様のね、そんな秘密こっそり教えてください。以上、浜松町26時でした。してまいりました。時俊一ラジオタイムウィズユー、そろそろ別れの時間でございます。はい、あの業界の中で注射が苦手な人
わっていう話をしてました。結構いますね、はい、そうなってくるとね、いろいろいましたね。無理ですよ、なんでみんな耐えられるの？これねまた話すとちょっとやばいかもしれない、うん、僕好きなんですよ、プチってやってこっから、うん、こうちょっと血がこう、はい、滲んでくる表面張力でポワーって出てくるじゃないですか、うんうんうん、あれをこうやってギューッと押し出してポワーってなるのを見るのがね、うん、結構好きなんですよね俺よりやばいか違う、わかんない、なんか知んないですけど、子供、まあ、ほら剣道やってたから血まめとかにも慣れてる、あそっか、あそれはわかるなのかもしれないですけどね。あほらこんなことしてると1時間になっちゃう、ごめんなさい、はい、この番組は YouTube オフィシャルチャンネルにてアーカイブが配信されています。詳しくは番組ツイッターのお知らせをご確認ください。そして僕トキシュンイチからのお知らせです。僕のサードシングルグロリアスワールドが来年1月25日水曜日に発売になります。こちらの楽曲はゆうすけさんがニック役、僕がゼム役で出演させていただく人間不信の冒険者たちが世界を救うようですのオープニング主題歌になっています。ぜひチェックしてください。さらに12月の25日に公開になりました私トキシュンイチ2023年にもバースデーライブ開催させていただきます。日時は2023年の5月の7日僕の誕生日当日です。場所は KTZEP 横浜でございます。こちらのイベントのチケット優先販売申し込み券が僕のサードシングルグロリアスワールドに封入されておりますので、ぜひそちらでご応募いらしてください。5月7日僕の誕生日当日お待ちしております。ということで194回195回の放送お送りしてまいりましたけども、来ていただいてありがとうございました。こちらこそ楽しかったです、よかったです。こののんぺんだらりとした空気に一瞬で溶け込んでいただいて、本当26時にふさわしいお話をさせていただきましたね、シャワーの件はねちょっと皆様もねな、いやでもさ不思議なの、俺からしたら、うん、お風呂好きシャワー好きはそこに行き着くと思ってるんだけどあの誰一人として擁護の意見が過去ねラジオとかいろんなとこでも話してんのに、誰一人汚さないんだよねその胸を。一応じゃあここでもね募集しときますねあのこのラジオを今聞いてらっしゃる方で、うん、あの例えばです今からやってみて好きだったでもいいです、うん、あのもし今聞いてらっしゃる方たちで、うん、もし私好きでしたとか、うん、私はやってますよみたいな人いらっしゃいましたら、うん、ご一報をこのラジオにいただいて、うんそしたら僕があの北海道の1月のイベントでゆうすけさんに報告をさせていただこうと思います、はい、すごいねイベントでやること何も決まってないはずなのにもうすでに夢の報告とお風呂の報告をするっていう俺たちの自分本位なコーナーができている、いいです北海道はほらやっぱ暖を取らなきゃいけないですから温まり方は人それぞれですからさすがこの口のうまさがね人を惑わすんですよ徳俊一をはいということでねね、2023年もよろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いしますね、お別れの時間です。この時間のお相手は時俊一と小林雄介でした。良いお年を。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。